フランクフルトの歴史的中心街、レーマーベルクの正義の女神の泉に立つユースティティア像、アメリカ司法省の225周年記念ブロンズ像。限定1776体。ユースティティアとは、ローマ神話に登場する女神。名前は、ラテン語で、正義を意味し、英語では、ジャスティスとして知られる。英語で正義を意味する、ジャスティスは、ユースティティアが語源である。 正義の女神であることから、裁判所などでは、天秤と剣を手にし、目隠しをしたユースティティアの像を飾る習慣がある。ユースティティアの像は、日本の最高裁判所にもある。ただし最高裁判所の像のように目隠しされていない、ものもある。ギリシア神話のホー羅の一人理系や、その母で、起き手の女神であるて、ミスと同一視される。また、 アストライアートも同一視され、乙女座の女神とされる。コレクションズオンライン、ブリティッシュミュージアム。www.britishmuseum.org.2020 年7月29日閲覧。ビクトリアンスケールプレート、パディントン、ブロカント。ビクトリアンスケールプレート、パディントン、ブロカント。2020年7月29日閲覧。 ab モンテグラパローラーボールユースティティアレディジャスティスインエリットペンモンテグラパローラーボールユースティティアレディジャスティスインエリットペン2020年7月29日閲覧コラム www.matsuilaw.net 2020年7月29日閲覧夢ナビ大学教授が君を学問の世界へナビゲート夢ナビインフォ 2020年7月29日閲覧。法学との出会い。新しい自分の発見へ。明治学院大学法学部公式サイト。mgulaw.jp。2020年7月29日閲覧。ありがとうございます。